こんにちは、高齢者体操 TV。 今回は、座り方、しゃがみ方というのをやっていきたいと思います。で、今回はですね、山下トレーナーと2人でやっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、で、まずですね、しゃがみ方、座り方ということで、座り方からやりましょうかね。そうですね、はい。で、座り方はですね、いつもどういうふうにご案内してますか？はい、私、高齢者体操 TV でも何回かご紹介してるんですけど、まずやっぱり座るとき皆さん膝をよく使ってしゃがんだりとか座ったりしてる方多いので、私まず股関節からちゃんと使いましょうねってことで、ちゃんと例えばお尻をちょっと突き出してから座るようにしましょうねとか、あとなるべくこう立つときとかもこうゆっくりこう上がるというよりかはちょっと素早くこう上がるように意識したりとか、そういうところをやることが特にお客様の場合は多いですね。あ、そうですね、はい。で、座る際のですね、一個ポイントとしては、私いつもお案内するんですけど、ちょっと立っていただいていいですかね。はい、座る前に一度椅子を見ていただくといいですね。はい、はい。そうするとですね、まあ、ここから見ている椅子の距離よりも、ここの段階で椅子を一回見ていただくと、自分のですね、体を体感する距離が測れます。うん、はい、なので、座る前に一回ここでですね、見てください。はい、で、それから座っていただくと筋肉の調整が勝手に上手にうまくなりますので、ぜひですね、例えばこう座るとき見ないとどこに椅子があるか、ああ来た来たっていう風になってしまうので、こんな感じで一回見ていただくといいのかなと思います。はい、で、次にですね、じゃあしゃがみ方、はい、なんかありますかね。どうですか、しゃがみ方ちょっと悩むところとか。そうですよね、はい、例えばお客様で多いのが、和式のトイレになった時に、うわ、和式は座れないよみたいな。あ、もうありますね。そう、洋式しかやってないから、いや、もう和式みたいに、例えばこういう形でこうやってしゃがむのが、もう後ろにこうやって転がってしまう感じがして怖くてできないって方がすごいですね。あ、そうです、和式のトイレでね、はい、難しい方たくさんいるかと思います。はい、で、どっちにしてもやっぱりお尻を下の方までこう下げるというのがですね、難しかったりする方たくさんいらっしゃると思うんですね。で、その際にですね、1個ポイントになるのが実は頭の重さだったりします。で、ちょっとやっていただければいいんですけども、まずこのままですね、普通にこうしゃがむと頭が上にあるので、頭の重さがぐーっと足にかかってきます。はい、じゃあこれ頭の重さをですね、一回逃がしてしまうというのがポイントになります。ちょっとやってみせますね。先にお辞儀しながら足首を持ちます。で、この時はですね、ももの後ろとかお尻が硬い方はもうこの段階でつかないよという方いらっしゃるんですけども、ここで膝曲げてもいいですから軽く持っちゃいます。で、持つとですね、腰の位置ぐらいまで頭が落ちてくるので、もうこの段階で足の方にはですね、頭の重さ加わってません。はい、で、このまましゃがんでいただくと、そのまますっきり和式のトイレ入りますんで、で、立つ時はですね、このまま行くとまたやっぱ頭重いんですね。なので、グッと持っていただいて、お尻を先に上げてからよいしょと立っていただくと、スムーズにですね、立ち上がりがうまくいくというのがありますので、ぜひですね、お試しいただければと思います。はい、すごいですね。はい、なのでちょっとしたコツでですね、日常動作はうまくできたりします。はい、なので繰り返しですね、いろんなものをですね、ちょっと運動学習しながら癖にしていただければと思います。はい、こんな感じで、皆様には、ちょっとしたですね、高齢者のお悩みのなんとなく運動のですね、コツなんかを配信していきますので、ご視聴いただければと思います。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。